ジランドか。うん、違う、あれはアジュール。ほう、まだ増えるか。アグリアは合流できそうにないの。たまんない。じらさないでよ、ウィンガル。奥の赤夜、あれが指揮官だな。よし、敵は3人だ。かかれ。気に入らないな、そういった姿勢は。そうやっていつも先走るんだから嫌いじゃないけどね。邪魔しないで。女だ、女を狙え。久々に血が騒ぐの。チェック。失礼、王と呼ぶにはふさわしくなかったな。来たか、マックス。やはり戦場でまみえることになったか。悲しい時代だの。山狩りは楽しかったわ、ある。そいつはよかった。ジランドも撃ったの。答える義理はないな。ならば話を変えるとしよう。道を開けろ。冗談でしょ。槍は破壊する。それでこの戦いはお前たちの勝利だ。なぜそれで満足できない。陛下の望みだからだ。この戦は通過点に過ぎない。ここで争えばあなたたちも命を落とすかもしれない。王を支える者はいなくなるのですよ。陛下はお一人でも歩まれるわ。あなたのように後ろに隠れてこそこそ戦うような真似はされない。どういう意味でしょうか。イルベルト殿、名をごまかされるつもりか。民の先陣を切り戦わねばならないものであるあなたは最後尾に回ってしまった。その結果がナハティガルの独裁を許し自らの手にかける結末を迎えたのだろう。情報早えな。ローエンは悪くないよ。悪いのはナハティガルだ。国にとって個人の是非など関わり合いのないことだ。どういうこと。導く指導者がいなければ民は路頭に迷うだけと言っている。なら今からでもローエンが。そう簡単にはいきません。私など所詮は一介の軍師。王にはふさわしい器が必要なのです。我らが王はその器を持っておる。そして民を導くための道をこの先に見出されたのよ。槍は我らが陛下の力としてもらい受ける。何度も言わせるな。クルスニクの槍は渡さない。どんな理由があろうともだ。ミラノ、マクスウェルの思いは邪魔させない。アオア、オーバーウルル訪問さ、ヤイオアンディ来るぞ。しゃあねえな。みんな油断しないで。パウトンヤイオユッチ、娘子は下がるがいい。下がりません。死んでも知らないわよ。ひどいこと言うなよ。あなたに言われたくないわ。教えてもらう。槍への道はこの手で切り開く。すごい軍事よ。話しなさい。名家ポジってよく見てな。オタクの最後の光景だ。エクスペンダブルプライド。ぶっかの末。落ちろ落ちろ。やっ、お楽しみタイム。
ウィンガルさん、あなたのブースターはどこですか？ここだよ。そうまでしてガイアスに使えるのですね。悪い、遺言聞くつもりないから。アルビン、もう決着はついてるじゃない。あったよ、お前が言うならそうするよ。怖い怖い、そうやって生きてくのよね、坊や。そうやってもてあそばれて、いつかは捨てられるのよ。けどアルビンは僕の気持ち分かってくれてると思う。あの、どうして私を心配してくれるんですか？わけを言え！どうして？エリーゼ、クルスニクの槍まであと少しだ。皆思うところもあるだろうが、先へ行かせてくれ。